ズラ宗教科学 TV をご覧の皆様、こんにちは。今回はデライス降臨にこのパーティーで、挑戦しようかなと思っております。このパーティーですね。サスケ以外は、ガチャモンスターなしで、スキルブーストを、5個以上搭載させるっていう、させなおかつボタン変化が、やっぱり小回り効かせないと、連戦結構一旦攻撃食らってしまうと、リーダースキルが発動しないので、そのあたりを注意して、まあ、なんていうか基本的にワンパンで倒していきたいんですよ。なんで極力ボタン変化のモンスターを入れ、なおかつスキルブースト5個以上、まあ、大天狗入れておくと、スキルブースト3個持ってるんで、まあ、ゴン1個持ってるんでね、これだけで、条件満たしてくれるので、ガチャモンスターというか、まあ、あんまりそのスキルブースト持ちの変換モンスター持ってないってらしい方は、まあ、これで代用できる、入れておくといいんじゃないかなと思います。はい、それではクレード選択もいきたいなと思います。10枚、はい、超地獄級に挑戦したいと思います。ただですね、諸事情のためですね、ちょっとフレンドがちょっと危ないゴンなんですね、これ動画で出てほしい。ちょっと危ないゴンなんですけど、まあスキルはね、じゃあ15ターンまで使わないということ、基本的に多分自分はたまんないと思うんですけど、これで挑戦しようかなと思います。はい、いるんですね世の中ね、こういう人が。オリジナル T シャツです。はい、ですね、まあ1ターン目この盤面だったらエンドラスかね。面白い、あ、やばい。まあまあ1で作れば倒せますね。スキルブース、属性強化3つしかないんですけど、まあスキルブース、まあ3つでもなんかコンボを乗せれば、まあ1列消した方が火力が高くなるんで、あ、ちょっと来ちゃった、あぶね。攻撃するときだけしっかり緑のドロップを消すようにしてください。それ以外のときは極力消さないようにして、ちゃんと攻撃する、ね、準備というのを整えておくといいと思います。無駄消ししないように注意してください。無駄消しになるな、落ち込み。はい、バッ。ここがね、結構鬼門だったりするんですけど、結構このモンスター通常2ターン湧きなんですけど、結構この気分屋で1ターンで湧く時がありますよね。それがね、結構大変で、結構そこそこ HP あるんで注意した方がいい階層ですね、ここは。はい、突破。あ、落ちましたね。で、次なんですけど、ここはね、あんまりもう気にせず突破してください。普通に攻撃してればいいと思います。そんなにね、硬くないんで。できればボスのヘライースで2枚変換を使いたいんで、大体こちらのゴム溜まりましたね。カオスブリザー。はい、ここでまあなんだろう、変換を溜め直すっていうのもあるんですけど、まああれ倒してください。はい、ここで一発打って変換2枚使って、適当に分割して倒す。ただし4分割すればちょっとワンパンになるかな。ナム
ナム。まあもう適当ですけど最後。4分割と5コンボぐらい必要みたいですね。オプラス打ちました、ね。まあこんな感じで、小回りが効く、変換のサブを3枚、サブに入れておくと、まあダンジョン中に、まあ、多いモンスターだったら2回ぐらい変換が使えるんで、結構、まあ、周回できますね。やっぱりスキルブースト5個搭載させて最初から変換が使えるんで、まあ、1フロア2フロア3フロアとバンバンバンと変換で一気に抜いていけるんで、まあ、3フロアまで抜ければほぼ安心していいんですよ。結構動んでいってたらで、まあ、そうですね、ボス手前のカオスデビルもしくはカオスブリザードでちょっとだけスキルを貯め直してあげて突破して、まあ、ゴンのスキルが溜まっていればそこでスキル使って、2ターンで倒す、もしくはまあちゃんと分割してちゃんと分割して倒す変換して、はい、という風な、方法が取れるのかなと思います。まあ、もちろんね、属性強化をもっとたくさん入れて列強化で倒すっていう方法を取っていいと思うんですけど、まあ、今回は編成難易度ちょっとでも下げようと思ったんで大天狗、入れさせていただきました。大天狗とエンドラとクーフーニュサブに3枚入れました。はい、以上でございます。まあなんとか無事ノーコンク入れてきました。ここね経験値効率がね結構そこそこいいですよ。ちょっと最後お見せします。はい、26,000、カオスブリザードが出たんで26,000入ってるんですけど、普通にカオステーブルドラゴンだったら25,000ぐらいですね、経験値は。なんでまあ経験値効率500なんで、まあ伝説流ラッシュとかと同じ経験値効率を誇っているので、まあ、伝説流ラッシュよりちょっといいぐらいですね、1000ぐらいいいんで、まあ、ここを周回してランクを上げるっていうのはまあ一つの手かなと思います。はい、まあ、結構コランカーさんはこれご周回してランク上げたりねされてる方いらっしゃるんですけど、まあまあ、もちろんヘラインスを1体取りに行くっていうのもね十分大変なことなんですけどもね、なんか割と本当にサクサク回す人がねいてですねはい、まあまあこの話はまた別の機会にしましょう。はい、それではご視聴ありがとうございました。なんとヘラインス公認超熟級ゴンパーティーで、ノーコンクリアできました。はい、ご参考になれば幸いです。それではバイバイ。どうもご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はこちら。スマホの方は動画概要欄のリンクからチャンネル登録をよろしくお願いします。